シュガー・ベイブスはイギリス出身の3人組女性歌手グループ。21世紀最も成功している女性グループと言われている。1998年に結成されて以来12枚のシングルを発売しそのうちの6枚は UK チャート1位を獲得。アルバムもこれまでに6枚リリースしている。2003年にブリッドアワードベストダンスワクト賞を受賞。 UK 以外にもヨーロッパ全土はもちろんのことアジアでも人気がありアイルランド、ポーランド、デンマーク、オーストリアとニュージーランドでチャート1位を記録している。ブキャナンとブエナは8歳の頃から親友で1998年13歳の時にパーティー会場でドナーフと出会う。そこで後のマネージャーのロントムと出会った。活動は マネージャーなしでブエナとドナーアフの二人で始まり、デビューアルバムワンタッチを制作中、もう一人メンバーがいれば、もっと効率よく制作できるのではという提案を受け、ブッキャナンをグループに加えた。グループ名のシュガーベイブスは、ブッキャナンの学生時代のニックネームである、シュガーベイビーから来ている。レコーディング中は、グループはザ・シュガーベイビーズとして親しまれていた。 メンバーが14歳の頃には、ロンドンレコードとレコード契約を結びグループ名を現在のシュガーベイブスとする。デビューシングルのオーバーロードは UK チャートトップ10に入り、ブリットアワードのベストシングル賞にノミネートされた。また、ドイツでは3位、ニュージーランドでは2位を記録した。このアルバム、ワンタッチに収録されているほとんどの曲はメンバー自身で作詞し、 オールセインツのプロデューサーであるキャメロン・マック・ベイの助けも借りた。同アルバムに収録されているニューイヤー・ランホーカバーとソウルサウンドも UK チャートトップ40を記録している。日本でプロモーション活動中、ドナーフはファッションに興味があったので、そのキャリアに進むことを決意し、グループを脱退。後にメンバーとの不仲説があったのではと言われた。ドナーフの代わりに、 アトミック・キプンのメンバーであったハイディ・レンジが2001年に加入。シングルの売り上げは良かったものの、アルバムは UK で26位、ドイツで7位と振るわず、ロンドンレコードと解約することになる。レンジ加入後、新しいレコード会社を探し、アイランドレコードと契約を結ぶ。新しいレーベルのもと、フリーク・ライク・メオ、リチャード・ x と共に制作。この曲で、初めて、 UK チャート1位を記録する。次のシングル、ラウンドラウンドも同チャート1位を記録し、アイルランド、オランダ、ニュージーランドでは最高2位をマークした。また、オーストラリアでは3万5000枚を売り上げ13位にランクインした。2枚目のアルバム、エンジェルス・ウィズ・ダーティ・フェイセズは、UK チャート2位を記録し、ヨーロッパだけでも100万枚を売り上げた。次のシングルは、 ストロンガーとエンジェルス・ウィズダーティ・フェイエーセズのダブルエサイドとしてリリース。母国でトップ12ランクインし、映画パーパフ・ガールズのテーマソングとして使用された。4枚目のシングル、シェイプは2003年の初めに UK チャートで最高11位、オランダとアイルランドでは10位をマークした。以上の活躍より、同年のブリッドアワードのベストダンスワクト賞に、 ノミネートされ見事受賞した。この成功により、この後のシングル、Party in the Club は、ITV のドラマ、Girls in Love のテーマ曲に選ばれた。3枚目のアルバム、3は2003年の暮れにリリースされ、UK アルバムチャート3位を記録し、同アルバムからのシングル、h a l l in the Head は3度目の同チャート1位を記録。また、デンマークでも初めて1位を記録した。 アイルランド、オランダ、ノルウェーでも2位を記録し、ビルボードチャートでも96位、そしてアメリカホットダンスミュージック、クラブプレイチャートで1位を記録した。このアルバムから2枚目のシングル、トゥーロストインユーは、映画、ラブ・アクチュア・リーにも使われ、UK、ドイツ、オランダ、ノルウェー、中国、台湾でトップ10を記録する大ヒットとなった。3枚目の インザミドルは2004年にリリースされ、UK チャート8位、4枚目のバラード調のコートイン、A モーメントも UK チャート8位を記録した。2004年にコールドプレイ、ダイド、ロビー・ウィリアムズなど、多数の著名アーティストと共に2004年版のバンドエイドを結成し、Do They Know It's Christmas を12月にリリース。1週目で20万枚を売り上げ UK チャート1位を記録した。 売上金のすべてが、スーダンのダルフールの基金へと送られた。4枚目のアルバムを制作中、メンバーのブエナが付き合っていた男性との間に、子供ができたと発表し、2005年3月に娘を、無事出産。この後にライブ8にも初めて参加した。2005年10月2日にシングル、プッシュザボタンが4回目の UK チャート1位、そして初めてのアイルランドチャート1位を記録。 同曲は30万枚を売り上げ、ブリッドアワードにもノミネートされた。また、オーストリア、ニュージーランドでも1位を記録し、オーストラリアでは10万枚を売り上げ3位、アメリカではダンスチャートで大ヒットした。同年10月16日、4枚目のアルバム、トーラー・イン・モ・アウェイズが、彼女たちにとって初めてアルバムチャート1位を獲得し、この日も未だに、 シングルは1位をキープしていたため、同じ日にシングル、アルバム、エアプレイ、そしてダウンロードチャートの4つのチャートで1位を記録した。同年12月21日、ブエナがグループから脱退したと報じられる。オフィシャルサイトによると、この決定はブエナの個人的な理由によるものであり、今でもメンバーのブキャナンとレンジとはお互い親友であると発表している。彼女の脱退により、 活動を続けるために新しくメンバーを加える必要があるとブキャナンは語った。そしてアメリー・ベラバが12月の終わりにグループに加わった。2006年の初めに新しいシュガー・ベイブスとしての初めてのシングルレッド・ドレスをリリース。UK チャートで4位を記録した。メンバーの変更によりアルバムに収録した全曲を作り直し、2006年にトーラー・イン・モ・アウェイズを 再リリース。UK チャート18位に、またヨーロッパでは100万枚を売り上げた。2006年4月には、ポーランドのエスカミュージックアワードで、ベストワールドグループを受賞した。このアルバムから、最後のシングル、ホローメホームは6月に UK のみでリリースされ、同チャート32位に終わり、グループとして一番低い結果となった。2006年の中盤からは5枚目のアルバムで、 ベスト版、オーバーローデッド、ザ・シングルスコレクションに収録する新曲、イージーの制作に取り掛かる。UK シングルチャートでは8位にランクインした。ベストアルバムは2006年11月13日に発売され、アルバムチャート3位を記録した。2006年の終わりには2007年の BBC 主催のチャリティ番組に向けた曲を、ガールズ・アライドと共に制作すると発表。 曲は、エアロスミスの代表曲でもある、Walk This Way であった。シングルは2007年3月12日に発売され、ベラバカニュー以来初の UK チャート1位を獲得、グループとしては5度目となった。ベストンがリリースされて約1年後の2007年10月8日には、UK アルバムチャート43位に戻ってきた。ベストンリリース後、ツアー活動を成功させ、 新しいアルバムの制作に取り掛かった。2007年10月14日に発売されたアルバム Change はアルバムチャート1位を記録した。シングル About You Now は UK ダウンロードチャートで1位を獲得し、4週間連続でチャート1位にとどまり、ドイツでは8位が最高位であった。また、 2008年のブリッドアワードベストシングル部門にノミネートされた。アバウトユーナウは2009年2月にミランダコスグローブによってカバーされた。次のシングル、チェンジは2007年12月17日にリリースされ、UK チャートで最高13位。この時、アバウトユーナウはまだ同チャート12位であった。また、シュガーベイブスはアニーレノックスと共に、 シングという曲を制作し、彼女の4枚目のアルバム、Songs of m a s ト Destruction に、同曲は収録されている。同曲は、HIV、デイズ感染者の人を励ます歌である、とレノックスは、自身のホームページで公表している。12月10日には、マイラブイズピンクがネット上で発売された。チェンジから3枚目のシングル、d e n i a ル l は2008年3月17日に、 発売され同チャート15位を記録した。2008年10月20日にリリースされた6枚目のオリジナルアルバム。アメリが加入後2枚目のアルバム。リードシングルのガールズが UK チャート3位を記録した。セカンドシングル No Can Do は UK チャート23位を記録し、セカンドシングルはあまり振るわなかった。2009年11月23日リリースの7枚目の オリジナルアルバム。リードシングルは、ゲットセクシーで、今までのシュガーベイブスにはないセクシーな曲になっていて、また新たなシュガーベイブスが誕生した。同曲は、UK チャート2位を記録。しかしその直後に、キーシャブキャナンがグループからの脱退を表明し、ソロ活動をする意向を固めた。実際の理由は、ベラバガブキャナンから受けた精神的苦痛を理由に、 グループから決別することを決めていたが、ブッキャナンが脱退したことで、ベラバはシュガーベイブスに復帰したと言われている。ブッキャナンは自身のブログで自分の意向でシュガーベイブスを脱退したわけではない。と言っている。これでシュガーベイブスからはデビュー当時からのオリジナルメンバーがいなくなってしまった。セカンドシングルのアバウト・エイガールからは新メンバーとして ジェイド・イ・ウェンが加入している。今回の作品は、プロデューサー陣が、レッド・アン、スター・ゲート、ニーヨ、ライアン・テッターといった豪華な顔ぶれになっていて、ロンドンだけでなく、ロサンゼルスとニューヨークでもレコーディングを行っていて、アメリカを意識した作品になっている。ゲストには、レゲエアーティスト、ショーン・キングストンが参加している。常に、地元のタブロイド誌の標的となっている。 特にメンバーの間で喧嘩が多いのではといったような不仲説を理由もなく報じられることがたびたびある。また、テイクザットの再結成ツアーに同行した際、メンバーの中でゲイリー・バーローだけは尊敬できないと発言した。2007年4月にはメンバーのベラバが18歳の女性にバーで暴力を振るったとして留置場に送られた。ありがとうございます。